グラントハイツ全体の概要図1974年撮影の航空写真より、グラントハイツは1947年から1973年まで東京都練馬区に存在したアメリカ空軍の家族宿舎。第18代アメリカ大統領のユリシーズ・シンプソングラントにちなむ、グラウンドイコールグラウンドやグランドイコールグラウンドではない。1942年、日本陸軍は、 ゲート防空を目的に、なります飛行場をこの地に建設した。戦後になって、同飛行場を接収した連合国軍は、この地にアメリカ陸軍家族宿舎を建設した。その物資などの輸送のために、軍用輸送船が東武広市船としてこの地に延伸し、KC 駅ができた。その後、1958年には、アメリカ空軍第囲空軍が管理を引き継ぎ、後に、 アメリカ空軍第34空軍の家族宿舎となった。正式名は時期によりグラントハイツ、グランドハイツ住宅地区、グラントハイツ住宅地区と推移する。名称の由来は第18代アメリカ大統領のグラント将軍にちなむ。グランドは誤り。敷地面積約1.81平方キロメートル、建物数約730。 入居家族世帯は1284で各種施設があり、多くの日本人も、名堂、防衛、運転手として働いた。現在は、東京都練馬区光が丘の全域及びその周辺地域である。武蔵健治学園の跡地に汚水処理場が設置された。1947年に作られた地上産プロ症方式の汚水処理場は、悪臭やハエの大量発生があった。 1966年に周辺住民から周期とハエの発生の防止について改善の申し入れが東京都を通じて防衛施設庁へあった。この問題につき、1968年の第58回国会及び1969年の第61回国会で取り上げられ、1970年度の防衛施設庁予算に問題解決費が参入された。 ありがとうございます。